崩落箱を発見しました。はい。で、晴れると。なんじゃこりゃー。今度は何も落としていかなかったけど。待て、これは崩落箱。この時代の爆弾か。敵はこれを守っていた。ちょっと待って、で、3マス以内にあったら3って出るわけやから、せやろ？せやな。例えば今カーソルのここを調べたら、1、2、全部の場所3マスにあるかないかが分かる。そうな。なるほどな。まあでもぐるっとは回らんといかんってわけやね。崩落箱は見つからなかったら。そこ。ここを目指そう、次は。1、2、3。ここだな。次ここ目指さなあかん。でも一歩しか歩けない。はい。あ、どこ目指すって言ってた俺。画面が変わるとわからなくなる。次だ。次だ。これサイコロいくらあっても足らんやろう。ここから来てたから、あ、調べたとこは残ってくるんだ、親切。いや、ここは知らないぞ。1、2、そうか、やっぱここ、こうな、ここが分からんな。そうやな、ここだな、ここ来なあかんねんな。ここか、ここだ。はい。この道を無理やり行けば奇襲できるんじゃないか。者ども、かかれ！これ俺がぐるーって一周回って結局見つからんかったらどうしよう。なんか一マスずれてたりしてさ、調べてないとこがあってとか、あれあれとかして。僕ならできるでしょ。1、1、これ1ってむずいな。待て、落ち着け。一緒や。どこ？あ、うわ、むず。ちょっと戻、いっぱい、ひとまず戻ろう。で、これで消えたら、消えないんだよ。これでどこも2なんだよ。どうしたらいいんだ。これでどこも2なんだよ。2なんだよ。じゃあ2マス離れるべきなんだよ。3以内ならわかるわけでしょ。で、それで見えなくなったら届かなくなったところ、届かなくなったところなんだよ。じゃあどうだろうが、勝てばいいよね。2マス離れて。いや、全部そうだよ。全部そうだよ。何言ってんだよ。ありがとうございます。立ててください。あれ？あれ？ 1。は、あ、ここも1だよ。
ってことはここがここだよ。こうやって調べなあかんの？でもさ、だとしたらここでさ出るはずだったんで、ここだとしたらね、あ、違う、ここなら違うやん。ここで、ここ調べてるやん。123だからここじゃないんだよ。で、それでここで1なんだから、ここかここだったんだよ。で、今1なんだよ。今1なんだよ。じゃあここだよ。何言ってんだよ。何言ってんだよ。そうか、後ろでどこで調べてるかで調べないといけないわけやな。見えた。えい、そこ。なるほどね。なるほどね。あ、ありがとうございます。撫でてください。サイコロどこまであるの？まずは一つ。この調子だぞ。武器は1、2、ここまではない。はい、ここまではない、ここまではない、こうないよね。まあ、ここ行かないといかんな。1、2、3、はい、ここを調べ、まあ、行ってないマス行こうか。もしここで3が出たらここにあるってことだよね。あ、そういう可能性はあるな。これでどうだ。あの、痛いなら言ってください。手加減しますから。当然だよ。贋作とは違うんだ。何も発見できませんでした。はい。次だ。6、はい、ありがたい。はい、これで この道を無理やり行けば奇襲できるんじゃないか。者ども、かかれ。これでどうだ。えい、切る。僕の動きが見えないのかな。ありがとうございます。撫でてください。3だ、3だ。ところがここの3はね、1、2、3でしょ、1、2、3でしょ。こっから調べたときにもないとあかんはずやねん。あ、いや違う、その後通ってないか。むー、難しい。最初のやつでここで1出たときはそれはここ指してんだもんね。そうだよね。1、2、3かといって無視はできんのか。一歩戻って、あ、うん、サイコロ使った。今日はここまで、今日はここまで、中断しとこうか。中断。
はい、次の住み方隊長、次の住み方です。いやー、今日は元気ですよ。今日は元気です。はい。昨日はね、だいぶ持ち直したと思って撮ってましたけどもね、あれは完全にグロッキーですね。編集しててびっくりしました。何黙ってんだこいつと思いましてね。今日は会長ですよ。うるさいぐらい喋っていきますよ。はい。さあ、行きましょうか。はい。テンポ江戸でございます。はい。サイコロ使いますよ。再開。よっしゃ。3? さあ、1,2,3 ここまでね、 1,2,3 ないで、1,2,3 まではいけるわけやな。じゃあ 1,2,3 まではいってるわけやな。そうやな、ここまではなかったやから 1,2,3 ないからってことはさ、ちょっと待ってね。ってことは、この子は違うね。1。ってことは、1、2、3。ここは2やんな。ここも2や。3の場所っていうのは、1、2、ここ。1、2、ここ。1、ここは1や。ここは1や!1、2、3。ここまでね。はい。とりあえずここまで行っちゃうか。ねえ。ここだな。はい。ここへ行っちゃって。で、1だったらここだ。1だ、ここで1だったらここだし。いや、ここしかないやろ。ここは四ツ谷のあたり。お、はい、そうだね。江戸の町を元に戻すんだ。そうすればきっと戻ってくる。当たってるのかな。彼は君のことを心配してくれているのだね。それはそうか。君は長曽根小鉄の。あのね、源清麻呂をね調べたんです、昨日。奇襲できるんじゃない。うん。物どもかかれ。みんなもググって。みんなもググって、ぐぜひググって、ググって。いやー、そう、天保江戸ってそういうことなのかと思った。うん、外でちょっと消防車走ってるね。あ、うん、1、ここが3だったんだよ。ここが1なんだよ。で、1、2、3でしょ ?3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。あー、しまった。ここへ来るんじゃなかったな。ここか、ここか。そういうことか。1、2、3。ここか。どうしたらいい?一か八かやな。ここへ行こう。はい。ただ、ここ、ここじゃなかったら、ここか、ここや。うわぁ、きつい。何このマインスイーパー。この道を無理やり行けば、奇襲できるんじゃないか。物ども、かかれ!これ通り過ぎてないかなと思うんだよね。だってさ、三つあるんやろ?もう半周くらいしてる。やるがいい。そこ。やってもうてるかもな。 ありがとうございます。撫でてください。うわ。2らしいで。
ここで3やろ、ここで1やろ、ここやん、行かれへんやん。これ通ったとこはさ、また1使うんだよね。行こう、はい、行きましょう。しょうがない、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 しょうがないよ。この道を無理やり行けば復旧できるんじゃないかな。物ども、かかれー。食らうがいい。えい、そこ捕まえた。ありがとうございます。撫でてください。ああ、やっぱりそうだ、こうやっていくしかないんだね。でかいの出て、でかいの出てくんないかな。ここでしょ。できるんじゃないか。物どもかかれー。食らうがいい。堀川の闘争がいつの間にか剥がれている。捕まえた。ありがとうございます。撫でてください。はい、ちょ帰ろう帰ろう帰ろう、一回帰ろう。ちょっと闘争剥がれてる。また一ついい読みだ。ありがとう。一回戻りましょう、一回戻りましょう。状況は持たせておくけど、できるだけ早く戻ってきてね。はい、闘争つけたらすぐ帰ります。清丸さん、結成。よもや、僕たちだけじゃどうにもならないからね。よもやそんな話だったとはねっていう感じでしたな。さよ振ります。源の清麻呂は久保田菅根のところで、刀をね打ってたっていうことらしいんですよ。どうやら、どうやらね。とりあえずここ行ったらいいんじゃない。 1,2,3,1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 ,
この道を無理やり行けば必死できるんじゃないか。者どもかかれ。水野忠邦と、久保田菅根、がその天保の改革のね、そのどういう改革をするかっていうのを話してて、結局水野忠邦の話の意見が通ったっていうのが、あの私たちの知ってる史実で、ここの日本史でもそう学んだんだけど、ね、平成の頭の僕たちは。3、はい、3ね、6が出た、こっから3ってことでしょ。もうこの辺は違うわけだから、違うよね、大丈夫だよね、この向こうってことだよね。ここへ行ったらいいのか、3でここへ来るでしょ。違う、いいえ、
あ、1、2なんだ。はあ、はあははあ。ここへ来よう、ここへ来よう。そしたら123、ここで1が出たらここや。ここで123が出たらここやでしょ。はい、なるほど。ちょっとこ、ちょっとコツがつかめてきたよ。かかれー、食らうがいい。切り捨てごめん。ありがとうございます。撫でてください。見つけ、あ、おっしゃ、見っけたで。よし、もう一つ。次はどこだ。ここへ行きましょう。3、出る？奇襲できるんじゃないか。者ども、かかれー。これ、サイの目が出てくれんときついね。これでどうだ。そこ、それ邪道だろうが、勝てばいいよね。僕ばっかり活躍して、カネさん、拗ねないといいけど。2、ちょっと待って、とりあえず振ろうよ。4、123、ここで3だったから、ここってことはないね。123、2か、ここじゃないよね。あ、でもここの可能性あるんやな。うわ、むず。ここか、ここか、ここやろ。ってことは、とりあえずここへ行ったら、ここで、ここへ行ったら2って出るやん。ここかここなんやから、どっちかわからんやん。っていうことは、ここへ行って消えたらここ、 2って出たらここ。マジ、そんなのある？でも、この、ここの可能性少ないと思うんだよね。隣り合わせで出る？ちょ、爆地でここ行ってみようか。ここ。はい。1、2、どうですか？どうですか？この道を無理やり行けば、奇襲できるんじゃないか。者ども、かかれ！食らうがいい。そこ、捕まえた。当然だよ、贋作とは違うんだ。に、あー、オッケー、オッケー、オッケー、あそこだ、取れた。ってことは、ここからもここからも2っていうのはもうちゃうやん。ここもあるやん。ここが。ここか、ここ。ここか、ここ。
ホ。とりあえずここどう？どうですか？どうですか？ありましょうよ。この辺にありましょうよ。あっていいんじゃないですかね。あっていいんじゃないでしょうか。奇襲できるんじゃないか。物どもかかれ。食らうがいい。切る。僕の動きが見えないのかな。頼むよ頼むよ頼むよ。ここに会ってくれよ。ここに会ってくれよ。撫でてください。オッケー。全部見つけたよね。で、これで要所は抑えたはずだ。素晴らしい手際だったぞ。ありがとうありがとうね、うん、パズルゲームをこうやりまくってた。さすがだね。だけのことあるな俺。まあテトリスとかなんだけどね、俺がやってたのは。さて、お出ました。何がお出ましなの？もう来るの？ここへ来んの？あ、三つ見つけた段階で親玉が来るってことね。聞いてないよ。この道を無理やり行けば奇襲できるんじゃないか。物ども、かかれ！食らうがいい。えい。そこ。僕の動きが見えないのかな。当然だよ。贋作とは違うんだ。倒した。南奉行所警戒部隊を撃破しました。撃破しました。あ、めっちゃ遠いやん。水方同心、鳥居要造が出てきたわけだけど、鳥居は謀略を得意とし、妖怪とも呼ばれ恐れられた人物だから、首謀者の有力候補だった。だがこうして鳥居を制圧しても時間即応軍が撤退する様子はない。はとなると、いよいよ核心に切り込むか。鳥居の上役、老中主座、水野越前の神忠国が本丸。忠国だ。俺さっき国忠言うたな。すいません。すいません。もう、もう、高校で日本史やったのがもう、三十数年前なもんで。水野忠国だね。忠国、忠国。俺国忠言うたな、さっき。国忠言うたな。時間即応軍が頑張って国忠にしてくれんかな、歴史を変えて。恥ずかしいな、こんな風にさ収録して自分のジブをね。ジブをみんなに。行くぞ。あ、歩いていくの？ちょっと一回騎乗させて、騎乗させて、騎乗させて。万全の状態で決戦に挑む。まあこんな感じで、そうですね、週に2回ぐらい、トーラブの配信をしてますんで、もしよろしければまた遊びに来てください。はい、ニコニコ動画のフォロー、YouTube のお気に入りのチャンネル登録などなどよろしくお願いいたします。